で、ラジオネームトゥパンプさんですね。パンプさん、男の背中という演歌がありますが、うん、私がどうしても気になっちゃうのが私自身の後ろ姿ですと。防犯カメラに映った自分の姿、特に後ろ姿を見てがっかりすることがあるんです。もう還暦になりましたので見栄を張る必要もないですが、老け込んだ情けない姿だけは晒したくありませんと。おー、後ろ姿ね、面白い。ジジイもあの立ってる姿のなんか写真を、自分の写真見た時ね、ジジイになってから、うん、あーもう完璧なじいさんだなって、背中曲がっててさね、シャキッとやっぱ立てないんだよね、背筋を伸ばしてね、完璧なじいさんだって。トゥーパンプさんみたいに気になっちゃいますか、やはり自分の姿、まあ、だからじいさんだなって納得しただけで、パンプスももうじじいなんだからさ、年齢で言ったらいいじゃん、じじいっぽくって。いやでもトゥーパンプさんはほら、やっぱり情けない姿っていう風に思うみたいな、自分もやっぱプシッとしてるのが自分だという、下激励して、背筋を伸ばすか。そうよ、そうだよ、そっかまだまだ還暦迎えたってじいさんじゃありませんわ、こせんちゃん。まあ言ってるだけだけどねもうじじいじじいって言ってるだけでさ、中身はほら16、17ぐらいで、もうちょっとかな、12歳ぐらい止まっちゃってそれはちょっとな、もう成長は止まってるさ。こせんちゃんも年齢に見えないですからね。そっかな、めっちゃ若いですからね。もうサバ呼ばないけどね、年齢を。いつも10歳サバ呼んでたけど。じゃあまた40分台にお会いしましょう。いってらっしゃい。